え、そうだよね。なんかむくんでるよね。今日の調子悪いよね。悪いんですよ、二重の調子が。ヘアゴムもない。商品なくて死にそうなんだけど。なんで化粧品ないの？つけがないっていう。デコなしは？あ、これやばいかな。デコなしは、まあ、シワありますよ。こことかにあります。シワはあっちゃうんですよね。顔むくんでるって言われてちょっと気にしてんだけど、むくんでますか？顔下着ないです。なんだっけ、
体の調子が悪すぎる。ちょっと化粧し直そっか。なんかどこだよ、プチイケーター。さっき触ってたよね。生理中だからイライラしてる。すぐ物なくなるんだけど、鏡とか。部屋ぐちゃぐちゃってか、キャリーケースとかやってて、なんでこんな物なくなるんだろう。ベッドの、あ、カラコンだ。さっきカラコン入れた、マジさっきこの今入ってるカラコン。今日顔むくんでる、どうしよう。顔がむくんでるよ。チコ、チコの服。顔むくみすぎ。そしてまぶたむくんでるよね。なんかむくんでんだよね。だいぶちゃった。なんでこんなむくんでんだろうね。食べすぎ。うるさいね、夜中に。あ、もっとむくんだ。ほら、なんか目がむくんでる。今日どうしよう、むくんでるよ。ねえ、どうする。むくんでんだけど。
え、なにこいつ本当キモいの。え、なんでそんなこと言わなきゃいけないの。なんでなんでなんで、なんかした、マキ怖いんだけど。やめて、今ちょっとすぐ病んじゃうから、生理中だから。やめて、本当にやめて。もうアイプチもうまくいかない。なんかもう何もうまくいかない。やんちゃう。ゴミポイポイってこう目の前にゴミ箱ある。何もないよね。この下って何？これかな。喧嘩しないでやめて。これ人形。幅広、狭めでやります。今日やっぱむくんでるわ。なんかほら顔がむくんでる。もういいわ別に。
テルとかいちいち報告してくんねん、気持ち悪い。テルって思いながらテルってコメントしてんの、キモいんだけど。言うな、笑っちゃう。どこも行かないよ。ヘロコメ別にいいよ、ダメなんて言ってないよ。そんな喧嘩される方が嫌だ。喧嘩しないで。マスカラ塗るときの顔ブスすぎやろ。レッツさんの動画出てないです。
エアビューロンです。疲れた。コメント読めない。なんか読めるコメントして。普通になんか困らせたいんか知らんけど、まあ、なんか困らせたいんやったらきり読めるコメントをして。ハロウィン金沢行きたいな。金沢行きたい。ハロウィン会えるイベントとかはない。ないです。なんか前髪が一生定まらん。さまよってる。熱っ。こんばんは皆さん。こうです。服は もういいや、まつげ上がんない。
痛い痛い痛い、なんか痛いんだけど、なんか痛い、なんで、次ボッサボサなんだけど、やばい。肌全然綺麗じゃない、ほら。全然綺麗じゃないで。なんか今日メイク汚いな。脇かゆい。脇臭いかな今日。臭くないわ。ピント合わない。なんかキャバ嬢みたいなメイクしてんだけど。全然あるよ。いや、まつげ抜いちゃったから、いっぱい昨日。今日メイク濃いね。TikTok 撮ろうかな。プリンやばいけど、髪色気に入ってんだよね今、意外と。撮ってもう一回ライブするかな多分。待ってて、今日友達と電話するって忘れてないんだけど、電話かけなきゃいけないから一回やめます。